ムスラムチャンネル始まりました。よよ。テムスラム吉永です。どうもジロケです。うしー。ポンポンポン。本日は2023年に起こること予想の答え合わせ。なるほど。はい。23年起こること予想っていう、まあ、はいはい、やりましたね。まあ、概要欄に貼ってるんですけども。うん、あれ ?1 ヶ月ぐらい前だっけ？いや、1年前だ。いやいや、もうそんな経ってる。経ってるぐらい1年早いけども。あ、いや。ついさっきじゃん。これ1年前のこの3人なんだけど。うん、いや、ういし、キモ。え？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 あと、顔。むくみまくりだな。え1年でこんな変わる、うん、なんか俺若返ってない、ちょっと確かに、ああそれで言うとね、なんか、うん、いやちょっとやばいのにハマってそうな、あ髪伸ばした時期なんだね、そうなんだね、うん、はい、何個か出したんですけど何個か当たってるんですよ正直、うん、まあこの動画見る前にそのURL 貼ってるんでそっちを見てくれた方が、はい、あ何当たってるか、ね、この動画楽しめるんですけど、外れてるので言うとまあ K1 のグランドスラムとかこれ予想したりとか、聖、うん、太郎選手の SG 優勝とかも飛ばし、ちょっとダメだったね、それ外れてるんですけども、で実は、うん、的中した場合本人のいいねでその賞金が賞だけ得られればもらえるというシステムで、システム、はい、はい、で当たってる人、ね、うん、いるんですよ、うん、ね、はい、意外とここの予想当たるんだっていうのが、うん、あと外れですけどめっちゃ惜しいのあった、うん、ウイシボックスで100万車券、うわこれ10だったら今年出てるから、そう、そうなんだよ、じゃあ欲張ったな、欲張った欲張ってんな、でも10って言ってたら、うん、俺ら金額めっちゃ低くいってるから、いや俺10でも当たんねえだろうと思うんだけどね、いやそうね、これでも結構伏線になったわ俺、これ、ね、言霊チックにね、えなんかもしかしたら、まあまあ、ああと10分の1ぐらいだったらまあいっかみたいなね、まあ、あと土橋の1年前の大滑り、うん、大滑りしてるわけないじゃん、俺は森本裕介選手がサスケくんと間違えられてサスケに参戦っていう大滑り、大滑り1年前から滑ってますという、うん、でも土橋も何個か的中してんだよね、あそうそう、的中までじゃあ見ようか、うん、はい、的中ありました、はい、的中なんですか、的中がですね、俺の予想で、はい、うん、ういし呆れるほど遅刻、うん、あったかな、これありました、大当たりや、4時間5時間ぐらいの遅刻あったな、うん、確かあった、大寝坊ぶっかまし、大寝坊ぶっかましだったな、うん、配信だっけ、配信あと2時集合で、うん、4時とかあったに起きたな、16時2時間ぐらいの遅刻は余裕だった、もうね、それはねザラなんで、はい、これ当たり、これは的中、当たりということで賞金がね500円だったんで、なんで500円なんだよ、500円だ、だからウイシから500円もらえる、ウイシから500円、そうそうそう、はい、もらえますということで、ウイシの予想で、はい、藤本理恵選手が日用品を買いに行くがトイレットペーパーを買い忘れるって予想、いやもういや確認できないから、まああるだろうけれども、これあったろ、あるだろうけれども、あまあこれいくらだ、賞金のあれもないのかな、ないボケすぎてボケすぎてないボケすぎて、まあ、俺もまだ当てたんですけども、はい、ドバシ呆れるほど滑る、いやこれ当てるとかじゃないから、的中ですね、吉永なって滑る時もあるし、的中、いや呆れるほどだから、うん、いや呆れるほどみんな滑ってるし、いや呆れるほどは滑ってない、これいくら、これはあこれね一滑り10円ってなったんだ、あそうだね、じゃあもう結構カウントはしてた、あカウントしてて、ね、うん、ちょっとまあメモってるんだけど、うん、80億回滑ってるから、うん、よし滑ってるよ、あ今あ今呆れるほど滑ってる今呆れるほど滑ってるあれあれあれだから今のでじゃあ何800億800億いや0円になりましたよ、いい800億か0どういうからくり、まあでも滑ってるっていうのは当たり、まあ、的中だね、じゃあ1000円ぐらい、まあ、吉永結構それに関して言ったら当ててる数は多い、当ててるね、うん、次から、結構すごいの当ててますね、俺の、はい、予想でまやちゃん G1 初優勝当ててます、これは見事だな、これはね本当にこれは獲得です、いやこれはこれは見事、2000円ゲットです、うん、すごい、これはすごい、これは当てましたね、うん、すごいな、あとではい、はい、あとでね、ペイペイの方でペイペイで送らさせていただきます、いやこれは気持ちいいわ、当てたら、いやこれはいい、いい予想だしな、はい、そうね、マジで1年前に当ててる、うん、いや素晴らしい、はい、素晴らスイーツ、うん、それは買ったんだって、買ってないですね、俺ら見てたけど、確か、うん、そして、はい、私のあ、当ててる、飛ばし、はいはい、角野理沙選手、初優勝、はい、おー、これもすごい、これ見事だ、ウイシが予想じゃなくて、飛ばしが予想してんだ、じゃあ俺取ったので、俺の顔見て、いや、お前、俺の奪うよ俺が出すやつだろっていう顔してますから、これいくらだ、これ確かに1000円1000円とかな、1000円獲得やりました、はい、まあこれもすごい、はい、すごい、優勝当てるっていう、はい、
これも後ほどペイペイで。あれ俺全然当ててないな、そう考える。で、この後にウイシがちょっと予想したやつ。はいはい、はい。自分で読んでください。悲しい、悲しいやつ。リサマの熱愛報道。これはね、違う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 。すごいね。その前読んで、その前正確に読むと。うん。あ、ウイシがリサマの熱愛報道。違う。まあね、ウイシは、はい、もう本当に真面目にね、これ真面目も、はい、お前らふざけすぎ、うん、ちょっとウイシとリサマの熱愛報道めちゃくちゃふざけてる、めちゃくちゃふざけてる。いや、これあると思うんですよね。あるわけねえだろ、ハートじゃないの、しかもハート2個じゃないのよ、やかましい、うん、しかもなんかウイシがこの選手の名前出さねえなと思ったのにラストで使ってきやがったんだよ。本当はこれ、ユイシがこれを出さなきゃダメ。いやでも、これを出すことによって、もうコメント欄も、もう本当に、応援してます頑張ってください、するか。ユイシ、頑張れ、キモいっていうコメント来るから。キモい。キモい。ストーカー野郎ってね。やばっ。わかんない。何があるかわかんないよ。でもこれ、23年で。もう今付き合ってて、あ今付き合ってる状態に。シーちょっと、シーそれは。お金欲しいから。ちょっと。今出してる。そう、やめてよ。ユイシと、リサマの熱愛報道で、別の人と結婚しました。はい、リサマさんが、いや悲しい、ありがとうございますね、はい、これはピエロですね、この男、まあ 50% 的中ということで、50%、いやいやいや、でも的中してるんじゃない、熱愛っていうか、まあ、結婚までいってるからすごい、いや違う違う、俺本名がまず違う、あまずね、あもしかしたら旦那さん、うん、ウイシかも、あ名字がとか、あそういうこと、うん、なるほど、可能性はあるから、リサマが結婚したということで、ニアピンではあるのか、ニアピン、すごい、はい、これがだからリサマ結婚とかだったら的中だったの、まあ一応ニアピンなんでね、うん、しょうがないですけど、まあ10円、あ10円、あ、はい、ウイシとがい なければ、まあ、的中だったんで、そうだな、リサマ熱愛報道だけだったら的中だったんだけど、うん、なんか自分と熱愛報道ってボケたら別の人と結婚するっていう、ちょっと悲しいね、うん、そうね、まあまあまあそういう意味も褒めてニアピン賞、まあ、10円、その慰めの意味も、慰め、うん、まあでもその、うん、いや実はありましたよみたいな、ああそうのもあるかもしれないから、もうぜひ、うん、あの予想、その前回の予想を見てもらって、いや、はい、あったら、いやウイシさん当たってましたよみたいなコメントあれば、はい、その藤本理恵選手が SNS とかでトイレットペーパー買い忘れたとかもあるかもしれない、なるほどね、とか、はい、あれば情報お待ちしてます。賞金山分け、賞金かかと賞金山分けで、いや賞金がもう欲しくてたまんねえんだな、はい、ということで、はい、以上答え合わせでしたね、まあ、はい、これ来年もねこの企画やりますか、そうね、そうね、やりましょう、撮って、はい、年始の動画で上げるという、うん、はい、そういうことにしましょう、はい、ということで以上、はい、答え合わせでした、はい、本日の動画はこちらでお会いしたいと思います、この動画良かったらもう一度チャンネル登録高評価お願いします、ありがとうございます、ご視聴ありがとうございました、あしたチャンネル登録お願いします。